外務省の皆さんと河愛大使というのですね企画しまして青木美咲子さんとか木村優ちゃんとですね海外いろんなところに行ったんですね僕はそのプロデューサーという立場でしたやっぱりアイドルってそのブログの件も含めてやっぱり等身大な部分ってすごくあると思うんですよねでやっぱりこうたくさんいてキラキラしてるじゃないですかで女優さんってでもこうやって数えていくとでもそんなにこう 手でこうどんどん言えるぐらいの方ですよね。やっぱりこう、ものすごいスポットライト浴びてる方っていうのを考えていくと。で、やっぱりブラウン管の向こうのちょっとだけ遠い存在っていう意識はあると思うんですよ。憧れるけど。もちろん、もうスターって感じですよね。でも、なんだろう、自分自身もそこにやってみたいっていうチャレンジするギリギリのところで、えー、勇気を持たせてくれるのがアイドルなんじゃないんですかね。多分、なんだろう、モデルって、 昔すごい遠い存在だったと思うんですよ。でも読者モデルっていうものが現れて、でもやっぱりそのファッションの方が自分たちに近いファッションだから、えー、来たいと思うわけじゃないですか。で、アイドルもそのブログ含めて、やっぱり距離はちょっと近づいたと思うんですね。でも実際ライブに行くと、それはこう半端じゃない努力をしてることだったり、もちろんそこには才能っていう問題もあるし、いろんな要素があるんです。でも、 多様性のさっき話をしましたけど、いろんなアイドルがいるわけじゃないですか。で、自分だったら、こういうアイドルだったらなれるかもしれないっていう、多分、チャンスの枠って、アイドルにはいっぱいあると思うんですよ。多種多様な。でもやっぱり女優さんになってくると、やっぱある程度、ちょっと限られてくるってところはあるじゃないですか。それは銀幕のスターであるやっぱり映画であり、テレビであり、ドラマでありって話になってくると、当然その、なんだろう、枠自体は大きくはないですよね。 でそのやっぱり自分自身のチャンスと憧れとか、えー、親近感とかそういう要素がアイドルの方がちょっと多いっていうことなんじゃないですかね。